国立国会図書館デジタルコレクション日本国未在所目録の公共や論語屋のページ日本国未在所目録は官表3年頃藤原拓世が作成した日本最古の観石の分類目録であり載せられた観石の多くは現存しない観石目録としては随所形跡史と旧東女形跡史の中間の年代にあたりまた 中国の目録に見えない書籍も含まれるため、中国史上も重視される。日本国民在所目録は、歌天皇の命によって、漢平年間に、藤原佑夫が編纂した。おそらく上岸17年に霊前院の火災によって、多くの書物を失ったことを契機とする。載せられている書籍は1579部、16790巻に達する。分類は、 随所形跡史に習った四部分類で四十類に分けられている。分類だけでなく、注釈も随所に従ったところがある。室宇寺本が最古の写本であり、この本を文政年間に狩りや液彩が入手してから世に知られるようになった。室宇寺本はその後に森立之の手に渡った。俗軍書類獣巻884に収録されているが、 多少の誤脱がある。こいつ奏書にも収めるが、誤記が非常に多いという。室内寺本の永遠本が古典保存会、名著観光会で版されている。ありがとうございます。